仙台空港のロビーで女子プロレスの特別マッチが行われ、訪れた人たちで大いに盛り上がりました。仙台空港のロビーに設けられた特設リング、特別マッチは仙台を拠点とする仙台ガールズプロレスリングの女子レスラー8人によって行われました。各レスラーがドロップキックなど迫力ある技を決めると、訪れた人たちから大きな歓声が上がっていました。やっぱり生で見ると迫力とか全然違いますね。選手のみんな元気で、こちらも元気もらえるかなという感じがします。このイベントは今年6月に仙台空港の観光案内所がリニューアルオープンしたことを記念して行われました。